けられない。行くよ。そこだ。もらった。マイル。よし。任せろや。マイル。俺の番だな。ほら、とっとと行くぞ。捜査官魂見せてもらったよ。そちらこそ、また腕を上げたな。すごいな、リン。さすが八王に連なるというか。どういたしまして。そちらこそさすがの身のこなしだ。チームワークも問題ないな。このまま突き進むぞ。せい、一気に行くぞ。行くよ。俺の番だな。俺の番だな。よし。よし、えい、やっ、行くよ。崩れた。もらった。なかなか筋がいいね、アッシュ。そりゃどうも。
った行くぞは任せろやさせない行くぞせいは僕が相手だ戦闘終了先に進もうしかしここまでのメンツだとそう遅れは取らなさそうだなええ僕もせめて足を引っ張らないようにしよう行くぞ参る俺の番だむしろ年寄りを引っ張って楽にさせてやるぜいつでも行ける抜けの回路終点から甲板に上がれるはずだお前が2年前お姫様と逃避行した道だねああさっき話していたやるないやお助けしただけでってクロたらしがまあ追求するのは後回しということで。ほう、よくぞ。灰色の騎士も失礼さバニングス捜査官も久しぶりだここはすでに狩り場この先の甲板はあまりに撤退をお勧めするんだい漆黒の灰色に青の騎士和歌の相手もできるとはなコーゲキ開始赤きサソリの一撃いやあ崩れたぜ
見せてもらったよ。そちらこそ、また腕を上げたな。よし、掴んだ。よし、やったぞ。掴んだ。まだまだこれからだ。ま、こんなもんだ。まだま。私の番だな。好機いただき、よし、セットストライカー、逃がさない、崩れた、さてと、チャンスね、もらった、レンの番ね。耐えられるかしら、これで終わりよ。私の番ね。よっ、スキュリ、よーし、行くぞ、セッ、
わよ。よっ、よーし、やっせい、崩れた。みんな、お疲れ様。ユウナさん、思った以上にやるじゃない。はっどうも、エステルさんもさすがです。この二人、なんだかちょっと似てますね。まあ、タイプ的には似たベクトルでしょうね。で、それはあなたたちもでしょう。素敵じゃない。人形兵器に軍用魔獣、いつも通りのパターンだけど。いや、どちらかというと当たり外れがありそうですわね。あの赤い星座に結社の強化良兵だったかしら。強化良兵の方がまだやりやすいかもしれないわね。抜けの回廊、2年前に教官を食い止めようとした場所ですね。ああ、アルト殿下が教官にあられもない格好にされたっていう。それはいけませんね。リーン君、こんな痛い気な子に。もう悪乗りしたらさすがにかわいそう。ほんの挨拶みたいなものさ。第06強化良兵連隊長、ギルバート・スタインという。それはともかく、昔ちょっと切ないというか、目頭が熱くなってしまうのでね。あの時はあの時、
同じ立場として協力したまでさ。だがあれから3年、決してここらでもう一押し成り上がってやろうと思ってね。やれやれ、また始まった前置きがない。えい、緊張感をそがないでくれたまえ。君たちも終わりだ。崩れた。あまあまで。レンの番ね。任せるがよい。
我らの勇ましい示せたようだな。まだまだいけるわ精進あるのみだ。よし、やった。精進あるの各種ステータスやったわ。赤い星座がロイドたちの方に。大丈夫かしら。大丈夫、ヨシアやリーン君たちもいるんだし。ええ、この先の甲板でなんとか合流しましょう。ここを登ると甲板か。ああ、西風の旅団か。シャロンさん、二人も来ていましたか。そして教官たちの方も皆さん、よくここまでたどり着きましたね。さすがは灰色の騎士をはじめとする英雄方。ガレスたちを突破するとはなかなかやるじゃねえか。まあ、ヤッコさんたちも一旦引いただけみたいだが。ですが、あなた方の抵抗もここまでですわね。お互い男女別に分かれているのは面白いけど。この空域の様子を見たら逃げ場。一つ聞かせてもらいましょう。先ほど殿下は最将からこの剣を任されたとおっしゃっていましたが。それは真実ですか。そいつは。へえ、鋭いな別に嘘は言っていませんよ。まあ、首脳たちをここで葬り去れとも言われていませんが。やはりバカな。だったら殿下は独断で首脳たちを海戦の生贄とするつもりか。ええ、その通りです。まあ、おとなしく投降してくれれば死んだことにするだけにとどめます。無論共和国軍の襲撃に偽装してね。いい感じで手段を選ばなくなってやがるな。嘘に嘘を重ねる欺瞞を持って。殿下、あなたは兄君と違ってハーメルから何も学ばなかったのか。あなたは確かハーメルの意地だ。
ならば逆にわかるでしょ。所詮この世が欺瞞で成り立つのを。正直どうだっていいんだけど、坊ちゃんから頼まれちゃったからベルお嬢さんと相談したんだよね。せっかくの殿下の要請でしたし、箱舟を出させてもらいました。名士の許可は得ていますし、一度使ってみたかったんですよね。欲望に忠実だな。二代目の第三中殿は。ベル、あなたって人は、というか道化師、あんたもいい加減にしなさいよ。そもそもあなたがそこにいる時点で男女別ではなくなっていませんか。おっと、これは失礼。何をグダグダと問答し合っているんですの。数においてはこちらが有利、繰り出せる鬼神も同等でしょう。ならば市中に勝つ。なんと。ええ、全くもってその通りね。この場を乗り越えて、なんとか首脳方の脱出を果たさないと。リーンが言っていた、第三の道を見出すところじゃなくなるだろうからな。ああ、ここが正念場だろう。ロイド、ヨシュア。いい感じでケツを叩かれちまったみたいだな。ええ、セドリック殿下、全力で抗わせてもらいます。いいだろう、儚き望み。確かに。見せてもらおうじゃねえか、若いも。さすがに手強いね。私の番ですわ。
どうかお覚悟を。やあ！オーバルドライバー、出力最大、エーテルスパーク。さすがですわね。少し疲れたわね。なかなかやる。シャーリーさん、マイルとしましょうか。了解、ベルお嬢さん。やれやれ、気が合ってるな。大丈夫？サンクス。お返しよ。負けないで。そなた、レンの番ね。よっ、行くわよ。やっ、崩れた。スキュリ、行くぞ。はっ、そなたに感謝を。甘いってば。それサンクス。許さる。決まってもらおうか。容赦はしない。膠着状態だな。しつこいなこいつら。さっきからシャッターチャンスの宝庫だけど。どうやらメルカバへの対策をされているようだな。ええ、集中的に狙い撃ちにされています。こうなったら最寄りの飛行艦隊を。ああ、やめておきたまえ。状況を利用されるだけだろう。確かに、そのまま海戦に突入する可能性すらありますな。ええ、帝国軍情報局がすでに工作を始めているようです。スケアクロー、さすが鉄血の
懐刀と言うべきか。なんとかリシャールたちにしのいでもらうしかなさそうだな。はい、ベクター先輩。なんとか首脳たちを船まで送り届けられたけど、空域から離脱する隙を与えないつもりね。団長とゼノたちがいるなら私も。ジョルジュのやつが出てるならちょうどいい機会というものだ。いや、それは待ってほしい。どうやら最悪の見立てになってしまったようだからな。はい。ミルディーヌ、まさか。グロリアスに動きあり。甲板上に巨大な影が展開。あ、やっぱり。あ、まさか。していたのか。来ます。派手だね。ったく、むちゃくちゃしやがんな。帝国の騎士より。さすがベルお嬢さん。人形マニアだけあって、新規の扱いもお手の物みたいだね。ええ、気に入りましたわ。呼ぶのか。ああ、この場は頼んだ。来い、バリマール。来な、オルディーヌ。これが騎士。なんて見事な。はあ、お出ましかい。だがそれも織り込み済み。ヒデロ、テスタロッサ。
ここから甲板へのルートは。いえ、転移で運びます。いえ、それには及びません。残された揚陸艇は一隻、皆さんは姫様と脱出してください。甲板へは私が向かう。隙を見てシュバルザーたちを回収するがよい。それって何をするつもりなの、ミュゼ。皇女殿下は最悪の可能性としてこの事態への対処を見込まれていた。我らはそれを遂行するだけのこと。とわ教官、それに先輩方、どうかリーン教官とユーナさんたちによろしく言っておいてください。まさか死ぬつもり、あんたたち。そのつもりはないが、正直厳しいであろうな。これより当艦を敵戦闘空母に体当たりさせる。この距離ならば外さないだろう。ありえない、そんなことをしたら巨大な質量同士の衝突、バラバラになっちゃいます。それにこの艦はバイスラント決起軍の機関。あなたに将軍方までいなくなったら千の影楼はどうするつもりなの。カシウス中将に最高司令官をお任せした時点で作戦は完成しています。決起軍の主力も別に待機、ビータさんも助けてくれるでしょう。この艦を犠牲にするのは痛いが、代わりに赤の箱舟を仕留められる。悪くない交換条件と言えるだろう。ミルゼちゃん、分校長、どうしてなの。ミルディーヌ、ミルゼ、あなたまで犠牲になる必要なんて。数百万の犠牲を強いる手を世界に強いてしまった身です。この状況に陥ってしまったのなら将軍たちに付き合うと決めていました。実はそれほどメンタルが強いタイプでもありませんから。ミュゼちゃん、あなた決起軍主催としての命令です。至急本艦から脱出してください。全クルーに通達。これよりプラン D を実行します。よい、プラン D を実行。決起軍に栄光あれ。イエスマイロード。イエスユアハイネス。さあ揚陸艇は真下の戦争だ。昇降機で急ぐがよい。さもなくばこの場で切る。行く必要ないんじゃないかな。え、キーナちゃん。ああ、どうやらそのようだ。カシウスさん。プラン D 一時中断。すでにお伝えした段取り納得していただいたはずでは。ああ、確かにあなたは傑物だ。世界の命運すら動かすほどに。だが私同様少々見誤っていたようですな。第三の可能性、その光の担い手たる翼を。あ、まさか翼って、帝国においてその名を冠するのは。うん、来るよ。この機関音は。
れ、これってなんだ。近づいてくる敵か。いや、赤い翼。敵空母打撃群を確認。新規3タイプも確認した。戦闘空域に突入。プラン07を実行する。ああ、始めるとしよう。突入班も準備はいいかな。ええ、任せてちょうだい。こちらもお任せある。まさかこんな場面に立ち会わせてもらうなんて。役得というものだろう。さて、久々に暴れさせてもらおうか。晴れの初陣だ。全クルーの諸君よろしく頼む。さあ、早急の煉獄でダンスを踊るとしようか。イエスキャプテン。おいおい、まさか。やあ、真打ち登場といったところかな。パトリック、それにシェロネー。はーい、いい子にしていた。お邪魔するわね。初めての人はどうぞごひいきに。リベール遊撃士協会所属、銀線シェラザード・ハーベイよ。おいおいおい、どういうことだよ。行方不明だったというエステルさんたちの先輩の。無事だったのか。ええ、でもそれだけじゃなくて。まさかここであなたたちが揃い踏みとは。最高の晴れ舞台のようだね。ちょっと遅れちゃったかしら。まあ、帳尻は合わせましょう。か、怪盗 B。 はは、しかも魔法でデカブスを封じるとはな。さすがは使徒としての先輩。やはり興味深いですわね。ごめんなさいね、あんまりそういう気はなくて。何が何だか理解しがたい世界ですね。ああ、もういろいろ突っ込みたいけど、それよりも何よりも。ああ、こればっかりは同じく突っ込みたい気分だよ。どうして
どうしてカレイジャスに乗っていたあなたがそこにいる？ブギャ！ま、女神の導きと悪運の賜物ってやつかね。久しぶりだな、リン。エステルにヨシアたちは煉獄の底から這い上がってきたぜ。トバルさん夢じゃないよね。よくぞご無事で。バカ野郎が、今まで何をしてやがった。はは、しかも不死者として蘇ったわけでもなさそうだな。ああ、俺たちとは違う生身の人間としての気配。あの爆発に巻き込まれてそれでも生きてたってのかよ。ああ、言ったように女神の導きと悪運の賜物だな。いや、悪縁と言うべきか。うん。あらあら、聞いていた話と随分違っていますわね。そのからくりについてはおいおい確かめるとして、あの時爆散したカレイジャス号には他の方々も乗っていらっしゃったはず。まさかあの艦に乗っているのは。ああ、みんなの想像通りさ。アークスを開いてくれたまえ。ちょっとばかりハンサムになってしまったが、間違いなく僕さ。これを一本取ら、ああ、完膚なきまでにな。レイン君も久しぶりだ。お互い少々様変わりしたね。無論かっこいい方向にだが。オリバルト殿下、よくぞよくぞご無事で。
かけてくれちゃって。リベールにいた私たちがどれだけショックだったと思ってるの？いやー申し訳ない。これには海よりも深い事情があってね。しかし二人とも久しぶりだ。エレボニアに来てくれてありがとう。お互い様でしょ。しかしシラさんが行方不明だったのはこのことが理由だったんですね。ええ、ひょんなことでこいつの星座を知っちゃってね。一切の情報が漏れないようにするため連絡を立たせてもらったの。カレイジャス2のこともあったしね。そうだったんだ。ごめんリン君、割り込んで。いやいや、でも本当にご無事で何よりです。ミハイル少佐も驚きですが、ミューラー中佐はご無沙汰しています。すぐに会えるというのはこのことを指していたわけだ。久しぶりだシュワルツァー君。クルトが世話になっているようだな。挨拶が遅れてすまない。兄上、よくぞご無事で。第七が解体させられたと聞いてどうしているものかと。久しいなクルト、見ないうちにたくましくなったようだ。だが休暇を除するのは少しばかり後回しにするとしよう。ああ。ご無事でよかった。本当にですが、大地の竜は動き始め、小賢しい千の影狼も走り始めた。今さらそのような勘を持ち出して何をしようというのです。はい。もしや千の影狼にさん。いや、そちらはミュゼ君やシノー方カシウスさんに任せるつもりだ。僕たちがこのタイミングで現れた理由、それは第三の道のための翼を提供することに他ならない。大地の竜に千の影狼、避けられぬ巨大な二つの流れ、その狭間にあっても諦めず希望の光を見出さんとする人々、リーン君たちにロイド君たち、そしてエステル君たち、彼らを助けようとする決して少なくない人々の存在、それとは全く別に大陸各地で心ある人たちも動き始めている。それらの人々をつなぐ翼に僕たちはなると心に決めた。帝国の呪いを乗り越えるため、何よりも手をつなぎ合おうとする人々にお互いの光を届けるために。故に僕たちは名乗ろう。
茶番はここまでです。さすがに抑えきれないか。まさか空間消滅能力。ベータも高速飛行モードに移行。やってくれたじゃないか。もはや問答は無用。オズボーン閣下に任された身として僕は断固たる決断を。まあ今回はここまでで良いでしょう。この声は。やれやれ、お出ましのようだね。オズボン最初。父様。兄上も。クレア教官まで。このような形で失礼。デートより映像を送らせてもらっている。首脳方にはご無沙汰しています。大統領閣下、大公閣下に応対所殿下。まさかあなたとこの場で挨拶で。ご無沙汰している。こんな形で再会したくなかったが。突然の訪問お許しください。なに、その空域は干渉地帯。帝国政府の許可は必要ありません。カシウス・ブライト中将、貴公とも久しぶりだな。3年前閣下がリベールを電撃訪問されて以来ですな。何やらリベールの五大都市で熱心に動かれているようですが。R&A リサーチなる帰国の民間。これって帝国軍情報局の。リシャール大佐たちも必死に対抗しているみたいだな。特務支援課の諸君も一切。さぞうちのルーファスが迷惑をかけているのではないかな。なるべく良い関係を築きたいとは思っていますがね。どの口が。ご無沙汰しています。2年。激動の時代における。そしてお久しぶりです、王子殿下。あなたの器を計り損ねていた不明、なんとお詫びしてよいものやら。おそらく工場方も同じ思いでしょう。はい、所詮は小娘の浅知恵でした。世辞は無用だ。最初ことここに至って大きな二つの流れは止められまい。だが宣言した通り、僕たちは最後まで翼となろう。リーン君やロイド君、エステル君たち、最後まで諦めずに光を見出そうとする若者。殿下、心強いです。結構、最後まであがくとよろしい。6日後、第一の竜が動き出すまで。何？作戦の共同立案者としてこの場で宣言させていただきます。ヨルムンガンド作戦が9月1日の正午に発令すること。X デイ開戦日か。それに先駆けて興味黄昏。それと同時に
七の総国についても本格的に始めてもらうつもりだ。両兵をルトガー・クラウゼル殿。おうよ。そして結社第七中。あ、ええ、異存はありません。な、個人的には非常。やっぱり。ああ、それと多少関わるのだが、間接的ではあるが、そうか。カオ様、シュミット博士も所用とやらでいなくなったかと思えば。久しいわね、皆さん。帝国政府からの非公式な依頼に応じ、少々協力させてもらうことになったわ。マリアベルさん、例の装置ですが、博士の協力で調整は完了。感謝しますわ。ふん、例には何を企んでるの、ベル。何の、こちらこそご無沙汰しています。どうやら呪いとやらの強制力に選ばれてしまったようですな。わかんのかよ、おっさん。ああ、3年前にリベールで似たようなことがあったからな。そうか、影の国。人格をコピーされた存在が自我を保ったまま立ち塞がったわね。あれと同じなのかよ。いいえ、あれは宝石の世界。帝国の呪いは遥かに巨大なんでしょう。うん、強制力だっけ。それがおじさんの行動を決めている。やれやれ。この調子で頑張って。